あ、ここだったのか。ファストトラベル、ファストトラベルができる。はい、こんにちは、こんばんは、ユーロです。今日はね、久しぶりのシタデル実況になりますが、皆さん元気でお過ごしでしょうかね。すっかり売上上位から遠のいたシタデル、ダーク&ライトの方が流行ってるじゃねえかよっていう感じですが、頑張ってやっていきますよ。シタデル、この流行っていないからこそシタデルの世界をこう味わってもらうというのは大事だなと自分では思ってますので、はい。で、今回は何をするかというと、まあちょっと自分もまだマップこんだけしか開けてないので、ちょっとマップを隅々まで探ってみようかなという回にしようかなと思います。はい。でね、魔法のほうきで飛んでもいいんですが、ちょっとやっぱり、あれですよ。心元のない、そのマジックポイントっていうか、今265しかないので、結構飛ぶのがね、そんなにこう、いけないかなと。ご覧の通り、めっちゃ減るんですよね。びっくりするから減っていって、で、これで、こうやって、この青い花を食べながら飛ぶんですが、はい。まあこんな感じで、まあ飛んでもいいんですけどね。はい。飛んでいきますか？まだ今ここで飛ぶのはもったいないよな。もうちょっと行ってからにしようか。ちょっと端の方まで、この辺まで行ったら飛ぼうか。この辺まではとりあえず自力で行きたいよな。よし。結構ね、シタデルの世界もよくできていて、結構楽しいんですよ。徘徊したりするとね、結構いろんな魔物がいますし。ただ、ダーク&ライトに比べて魔物の数が少ないっていうなんか表があるみたいですね。まあ、同じ魔法の、その、を使うゲーム、そのサバイバルゲームであることは変わりないんですが、向こうの方がクオリティが高いと、いう評価があるらしいんで、自分もね、買おうかなとか思ったりするんですけどね。まあでも、あんまりこう、同じゲームが、ライブラリにあってもね、そんなにこう、がっつり遊べるわけじゃないので、二つとも。なので、とりあえずシタデルだけある程度、まあ極めてって言ったら、あれですけど、やって、ちょっとダーク&ライター様子見ようかなという感じにしてますが、まあ、いずれにしてもね、スカイリムとかウィッチャーとかね、あのあたりの妖芸が好きで、かつ、まあ、自由度の高い冒険を楽しみたいっていうんだったら、ダーク&ライトがシタデルうってつけのゲームじゃないかなとは思ってるんですけどね。はい。とか言い、なんとか言いながらね、とりあえずできるだけこの青い花を取っておいて、めっちゃ飛べるようにしとかないとな。で、結構ね、ドラゴンとか大男とかね、まだ倒してない。倒してないけど倒したい、奴らが、モンスターがいるんですけどね。いかんせんまだレベル11ですから、ちょっと無理かなということで、ためらってます。はい。なんとかね、この動画を通して、もうこれからも不定期ですがやっていきたいと思うので、このシタデルの魅力を皆さんにお届けできればなという感じです。はい。まあね、初期の頃は、魔法を使えるようになるまでのスパンが短いっていうところが結構高評価だったんですが、うん、まだまだレベルが高くなるにつれてアンロックできる魔法っていうのがまだまだあるんでね。はい、こんな感じであるので楽しみではあるんですが、どうなることやら。前回も言ってましたけどね、
魔法もあれなんですよね。結局そのある武器に対して魔法って決まっていて、その武器も結構杖が、このファイアーボールが強いので、これしか使わないので割とあれですよね。それぞれつける魔法が違うので、全部の魔法つけれるわけはないので、ね、まあそのあたりもじゃあ全部魔法使えるかなと言ったらね、えまあどうなのかなというまあ何言ってるかわからないですが、はい、まあ、とりあえず行きますね。でここまで来たと、お結構来たよ。じゃあちょっとこっちの方行ってみますか。こっちの方ね、はい、こっちの方行ってみましょう。とりあえず登れるところは登ってね。例えばこういうところとかガンガン山登っていくみたいなね、まあ結構花をいっぱい取ってるならばこんな感じでいけるので、どんどん行きましょうよ今日はね。で結構操作も優しい、まあ、FPS とかサバイバルゲーム、キーボードで操作するの苦手な人でも下出るぐらいだったら多分できるんじゃないかなっていうぐらい優しいので、まあ、そのあたりもいいのかなっていう感じはしますが、ここ行けないのかよ、ここも飛んでいかないといけないか。まあこう行けないところは速攻飛ぶみたいなね。さあちょっと綺麗な、お綺麗な景色でも拝みますか。うわーなんだこれ、なんか違う、なんか違うな、なんか違うけど取っとこう、なんか違うけど取っとこう。この辺りの描写ですよね、この辺りの描写をしっかりしてほしい、シタデルさんにはしっかりしてほしい。よしよし、だいぶ来たよ。さあこっからなんだよ、こっから夜になるから。おこのフラワーは何なんだろう、コープスフラワー、へえ、高山植物ってやつか。ちょっと取っとこうか、高山植物。うわめっちゃ経験値もらえる、30経験値ももらえる、これはいいな、これは取っておこう。じゃあちょっと目的地まで飛びますか。いい絵が撮れそう。よいしょ。こんな感じですよ。やばい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 。ぼーっとしてた。お、なんかあそこにある。あそこ行ってみようか。よいしょ。ここは何だ？ここは何なんだ？ちょっと怖いな。なんかいそうだな。怖い。しかも夜になったし。怖えな。ちょっと近づいてみるか。なんだこの力をもらえそうな場所は。うわ、なになになに、え、あ、これ下階段になってる。やばいやばいやばい。
やばい。あ、完全に井戸っぽくな、井戸になってるんだ。やばいやばいやばい、出よう出よう出よう。危な、死ぬところだった。危ねえ。あ、でもなんか宝箱がある。ラッキー。お、なんだこれ。ジャーニーマンクロスフットワークスかなんか、ようわからんけど。うわー、でも夜になったな。お、ここにもある宝箱。お、ゴールド、初めて。やったぜ。家に帰りたい。家に帰りたくなった。お、まだある。ここめっちゃあるじゃん。お、やった。50アーマーめっちゃ強え服。強え服。靴。鉄。結構いいじゃん。これ服いけるかな。着れない。これはレベルが、レベル17にならないと着れない。これはレベル17、18。なんだよ、こういうの多いんだよな。うわー、でも帰りたいな。できれば帰りたい。でもだいぶこう世界が見えてきたな。あそこになんか島があるんだ。なるほど。結構いろんな多分冒険ができるんだろうな。そのあたりを開拓するのも楽しみだな。割とね、世界は広いらしいんで、こういうゲームにしては広いっていうのが評価としてあったので。これひょっとしてこの岩ってなんか取れるんじゃねえか。ストーン、あ、これが取れるのか。あー、なるほど。とりあえずいらねえ。とりあえずいらねえわ。石なんか持ってたらもうすぐに持ち物いっぱいになるからな。とりあえずじゃあ飛んでいきますか。山から山に伝っていったらそんなに多分合わないと思うんだよな。変な敵には合わないと思うので。よいしょ。こういうところのキノコを取りつつ、で食べつつ。これなんだろうな。ライトクリック、オブドラッグドロップアイテムズイントゥでしょ。これは何なんだろうな。あ、アンド、わからん。英語わからん。お、リフレッシュ10ヘルス。あ、これは体力が10回復する。これは10マナか。こっちだな。なるほど。とりあえずこのあれ目指しますか。じゃあね、こんなところでもう落ちたら最悪だろうな。ここで落ちたら最悪。とりあえずこの辺りは取れないのか。こんな心もとない魔法で大丈夫か。ただの炎だろぞこっちは。これが確かリーフ。どっちがどうだったっけ。まあいいわ。どっちも結構10回復してくれるから取っておこう。何せ経験値も30だからな。怖えな。
でも幸いなことに敵が全然出てこない。幸か不幸か。川があってちょうど、なるほど、そういうことか。まだ上あるもんな。この辺あるもんな。できる限り行ってみたいよな。ただこの山を越さないといけないのか。こっちはこれか。この山は結構きついな。それよりも川沿いを迂回した方がいいのか。そうだな、行くとしたら川沿いだな。こっちだな。しゃあないな。ただちょっともうマナがないんだよな。大丈夫かな。ちょっと降りてみるか。なんかちょっと着地ミスるな。もうちょっと低空で降りないとダメなのか。怖え、なんか怖え。絶対なんかまだ見ぬモンスターいそう。うわあ、ドキドキする。怖えけどなんかいいドキドキ感。またこれ夜だしな。怖えよな。ドキドキするわ。全然合わないのがやけに逆に不気味なんだけどな。全然敵に合わない。ここででもあれだな、死にたくないよな。ここまで来て、死にたくない。朝を迎えたい。とりあえず朝を迎えたい。まあまあ誰もいないから行ったらいいんだろうけど。お、道がある。お、なんだこれ、なんか祠みたいなのがある。っていうか塔か。これなんだろう。入ってみるか。お、階段がある。お、なんだここは。お、螺旋階段みたいになってる。え、でまたフロアがある。うわ、ここなんかボスっぽいやつがいたら終わりだな。まだ登らせる。これ何があんの、これ上に。お、すげえ、何これ。あ、ここだったのか。ファストトラベルができる。あ、なるほど、こっからここまで飛べるとかそういうことか。なるほど、ファストトラベルだから多分ここに行けるってことだろうな、多分な。なるほど、そういうことか。ファストトラベル。ここに飛べたりとかするのかな。まだ行ってないところには飛べないんだろうな、さすがに。だからここに、だ、戻ることができるってことだな、多分な。そういうことだな。
なるほど。まあまあまあ、とりあえずいいわ。とりあえずここは行ったと。だからファストトラベルできるところを探していこう。ようやく夜が明けた。じゃあ次ここ行こうか。ここのファストトラベルできるように。なるほど、そういうことか。わかったわかった。オッケー、じゃあ飛んでいくか。こうやってファストトラベルできるところをどんどん開放していくと、するとまあ楽に行けるっていうことだな。あー、びっくりした。今めっちゃ強いよこいつ。やばいやばいやばい、やべやべ。やばい。あー、やられた。最悪だ。そうか、こういうところに潔く登ればよかったんだな。そんなことがなんで今までやってなかったのかっていう、やってない方が珍しいだろってな感じだな、考えたら。だからここでやっておくと家もすぐ帰れるんだな。さっきのやつとはえらい違いなポイントだな。こいつには負けたくない。よし、とりあえずじゃあ上に行ってここも解放しますか。で、これでファストトラベルできるようになって、いろんなところに行ければ、もう、一つの目的は達せられるってことだな。よしよし。わかった。OK、来た。で、ファストトラベル。よし。で、トラベルできると。OK。これでじゃあまたあっちに行って。あ、ほうきがない。今気づいた。マジかよ。ほうきがなかった。やべえな。作らないといけないな。作らないといけないけど。そうか、じゃあ作るか。これだな。あ、羽がいるんだ。忘れてた。羽あったかな。あ、あったあった、よかった。これでこうだ。よし、これで作れる。 OK。 さあ、この座れない椅子で待つか。どんな感じなんだろう。うわあ、上だけ立派、下だけだかパンツ。きついな、このファッション。こっちに行ってみようか、次。こっちに行ってみるか。うん。よし。よし、できた。
じゃあ向こうに行ってみますか。ちょっと上まで行ってみるか。どんなもんか、景色がいいか。よし、うわ、見晴らしこんなんですわ。これが気になるけどな、この像が。下出る像。うわ、めっちゃいた。やべえ。あいつは勝てる気がしねえ。こっからでも下降りようと思ったら、あれだな、飛んでいくしかないと思うけど。うわ、めっちゃいた。あいつは勝てる気がしねえ。っていうか、勝てねえ、まだ。自分では。自分の実力では勝てねえ。よし、頑張っていくか。とりあえず下に降りよう。よいしょ。ちょっと雪地帯になるのか、あそこ。そんな感じだな。雪地帯は初めてだな。おお、なんか雪地帯に来たよ。やべえな。ここに来てマナが底を尽きるという。お、でもなんか幻想的。まあ、とりあえずあそこのタワーまで行ったら今回のミッションは終わりかな。まあ、雪地帯も見れたし、三角地帯も見れたし、あの大男二人は勝てる気しねえし、ね。お、結構綺麗かも、雪の世界。ザ・ブリンク。いいね。あ、骨野郎。骨野郎は勝てないことはないけどな。逃げよう。うわ、ここなんか骨野郎いっぱいいる。やべえ。やべえな。これ、向こうに、早めに行った方がいいな。これでも届くかな。これ届くかな。やばいな、多分な。この辺りで降りるしかないな。で、この辺り、お、なんか、珍しい植物がある。この辺りのやつを取って、なんとか、塔まではたどり着きたい。そして、帰って終わりだな。よし、このプラン。今日はそのプランで行こう。おー、結構いい景色。なんか空気が澄んでそう。だいぶ来たんじゃないか、これ。お、だいぶ世界が見えてきたね。いいね。
いい感じだわ。ただこれいけるかな、あそこまで。こんな感じで、やばい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 、こんな感じでいって果たしていけるのだろうか。ただここを行かないとちょっと苦しいからな。マナよ早く回復してくれ。意外とこれ登っていけるか。おお、ここ結構うめえ、結構うめえ、これ経験値の40はうめえ。よし、ガンガン取っとこう。お、あともうちょっと。え、これどこだ？これの上か？え？ここ登らないとダメか。多分そうだな。ここは行くしかないか。こういうことだな。よし。お、着いたぞ。なんとか。OK、ここをつけたのは大きいな。これで両方のポジション取れる。左と右と結構拠点にできるな。よし、なかなかいいぞ。こういうのところにね、ボスがいないのがいいよな、ほんと。よしよし。でここで OK。でファストトラベル、よし、3箇所行ったか、これで。うんうんうん、 OKOK、 ここは雪地帯か。なるほどな、なるほどなるほど。じゃあ戻ろう。 OK、 はい。まあというわけでね、我が家に帰ってきました。とりあえず今回はこんな感じで、まあ、マップを開放できたということで、あとはこの上の方ですね、上の方まだ全然行けてないので、そこを開放しつつ全体マップも次、動画撮るときは全体マップが見えるような感じでやっていこうかなと思ってるので、また見に来てください。まあ、下でやってる人って結構珍しいと思うので、また遊びに来てください。ではいつも、チャンネルご覧いただきありがとうございました。ではまた、週刊スチーム通信で明日のね、お会いしましょう。ユーロでした。バイバイ。